こんにちは。週末通っている城南島の駐車場が利用休止となり行き場を失ったあんこにけです。そんなわけで超久しぶりに横浜散歩します。今回横浜散歩するにあたりパシフィコ横浜の駐車場を利用しました。横浜になかなか来ない理由の一つが駐車場です。土日祝は最大料金の設定がなく、だいたいどこも1時間600円からで高いで、最大料金設定のあるパシフィコ横浜を利用しました。それではお散歩スタートです。まず最初にやってきたのはパシフィコ横浜のすぐ目の前のこちら、リンクンパークに着きました。お天気は曇りで少し肌寒い感じでしたが、あんこににとってはちょうどいいお散歩日和です。で、向こうの方にはここにはん？ここ？あ、ここか。ここにはベイブリッジが見えてる。で今日はリンコンパークで遊んでみたいと思います。週末の横浜の公園は人がいっぱいで犬は遊べないイメージだったので、まさかこんな静かで広い公園があるとは思わず、ロングリードもおもちゃも持ってきていませんでした。次はいろいろ持って遊びに来たい公園となりました。最近できたカハラホテルっていうのも近くにあったりして、ちょっと近代的な街とこの自然が入り組んだ感じが秀逸な感じです。いつもあんこにけの動画を見てくださってる皆さんは、パパが穏やかでママがうるさいイメージだと思いますが、実はそうではないという動画の裏側を見せちゃいます。こっちあっちもあっちもかこっちがない。あっち向かって、あっち向かって、早く早く、もっと早く歩いて、もっと早く歩いて、で、そこの前に座らせて。なんだこれ。フルーツツリー、フルーツツリー。日韓ワールドカップ。この日はがっつり歩く予定にしていたので、重量がある一眼レフはお留守番。そのため持ち歩き用の GoPro で写真を撮っている風です。さつまいも、いつもの意味不明な掛け声。これで切り取ればいいね。はい、指示通り写真風に切り取っておきました。リンコーパークを少しお散歩して、海沿いをインターコンチネンタルホテルの前を通って赤レンガ倉庫方面にゆっくりお散歩しながら横浜寄り道散歩を楽しみます。朝ごはんがまだの買い主、まだちょっとしかお散歩してないのに何か食べれるお店ないかと探し始めました。インターコンチは犬連れで入れないかな。ちょっと待って、どうも聞こえない。